前回の動画は N135 です。第18ピリオドが終わりました。これまで制作にかかった時間はご覧の通りです。では、作業に取り掛かりましょう。説明書より1工程で1つの動画としてアップロード。組み立てに必要なパーツはこちら。ランナーからパーツをカットします。そのまま速度。今回はたったの3パーツのみです。3パーツだけで1つの動画にしなくてもと思っている方が多いと思いますが、鉄道模型の動画を淘汰するために1工程ずつ制作しています。これで一つの鉄模動画が完全消滅できます。いわゆる置き換えです。ランナーからカットの作業が終了。これまでかかった時間は30秒。A22、A7 から A24 の順にはめるだけです。これで終わりです。今回作ったパーツに一例として A10 メインのパーツをはめてみましょう。額に6つの点があるのではめにくいと思っていましたが、そうではなかったです。パーツの組み立てが終了。これまでかかった時間は40秒。こうして第19ピリオドは終了。次から少し面倒なボディに入ります。